皆さん、こんにちは。スキーヤーの小野塚愛奈です。実は、湖の上です。今、こういうふうに立ってられますけど、今、地球温暖化が進んで、こういうこともできなくなるかもしれないです。これを機会に一度環境について考えてみてください。ニュージーランドとか20年前ぐらいになりますけど、なんかもっと綺麗な深い青というか、去年行ったんですけど、氷河がすごく減ってるような。アラスカにも15年ぐらいの期間にわたってこう行ってたことがあって、それをしばらくぶりにこう、まあ、行ったんですけれども、氷河が後退してるなとかっていうのを感じはしました。立山の標高2500メーターぐらいのところに毎年ガイドツアーで滑りに行くんですが、例年だったら15日とか過ぎれば1メーターぐらいの積雪があるところが、去年とか11月31日になっても1メーターないぐらいの積雪しかなかったですね。例えば北海道はすごい雪がいっぱい降るから、30年前とか除雪ができてないから、停留所でバスを待ってたら下にバスの屋根が見えたっていう、そんな降らない。出身は新潟県の南魚沼市で、本当に国内でも有数の豪雪地帯。昔はやっぱスキーを履いて家に帰れたなイメージあるんですけど、今はもう全くそういうこともできないですし。1月とか2月のハイシーズンに雨が降ったりとか、まあ、いきなり大雪が降ったりとか、気象状況がかなり極端になってるなっていうのは、一番そのフィールドに出て感じることですかね。日本は西高東低の気圧配置が決まると、雪が降るんですよね。それがだんだんこうずれてきているというか、雨から始まって雪に変わったりとか、そうすると雪の中にこう雨の層ができてしまうんで、凍結して、弱層となって滑り目になったりとか、そういったことが起こってる。僕ら世代が今こう気にし始めて、なんでそうなってしまったかっていうのを子どもたちに理解してもらうっていうのは重要なんじゃないかな。鹿って足が長くて細いでしょう。だから豪雪地帯にはほとんど住めない。雪が少ないってことは、今まで生活できなかったところにも鹿が来れるわけでしょう。こう自然環境によってバランスを多分作られてるはずなんだけど、やっぱバランスはどんどん崩れていく。地球の長い歴史の中でちょっと雪が降らないタイミングなのか、それとも本当に温暖化が原因で雪が降らなくなっているのか、ただ確実にパウダースノーっていうのは減ったかな。岩肌の山が真っ白になって、そこを自由にこう滑れるっていうのが好きなところですね。この先雪が本当になくなっていくと、その後の人間の未来に降りかかってくる。子どもたちに関してはこの環境を守んなきゃいけないってなった時に、恵まれた自然でのびのびと遊ぶことが環境にとっていいような気がします。私たちと一緒に地形について考えよう。